水浴びじゃなくて味噌ラドーナツ浴びします。最高です。夜公演ありがとう。こちらこそありがとう。ちょっと見えてたよ。俺味噌ラドーナツ。はい、いいお寿司取れました。早く終わったおかげでありがとう。やば、顔面天才マジ。うぃーえなぁ、見ときて、かき氷が叶いましたよ。 MC で言ったんですけど、やばない。今日のお供は午後の紅茶ロイヤルミルクティー。優しい世界ですわ、ほんま。公演楽しかったです、ありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。ちょっと横向いててごめんなさいね。やばい、みんなかき氷来た。味噌と判決してるの。うちら判決なんなの。今日掘れました、ともきさん、ありがとうございます。じゃあ推しにしてください。他のこのペンライト振ってんのバレてるに決まってるでしょ。はい、こんばんは。そう、髪の毛はちょっともう頭がもう痛々なので。いやいや、掘りました。誰とは言わんけど見えてたで。でもありがとう、途中でみんな来るぞ、みんな来るぞ。やばい、早く削ってください。嬉しい。みなみちゃんハートありがとう。すげえ、めっちゃふわふわですね。しゅうくん、お越ありがとう。ソルジャーさんもハートありがとう。生誕祭楽しかった。それだ、待って、マジ感動した。ダンシングハイの今日の公演行きたかったけど仕事だったから入りまして。そうなん。お疲れ。よく頑張ったね、仕事。はい、ありがとう。まだ来てない。ついてない、ついてない。いいんですか。鈴木ちゃん、大山さん、お疲れ、ありがとう。さすが、ヤッホー、みそにゃ、おはるちゃん、あー、ありがとうございます。何がいいやろう、やっぱ練乳かな。三鷹浩二さん、ありがとう、お疲れ。ほんまや、何味がいいと思います。作ってくれるねんて。同じなんだよ。できないから。白いのついてるわ、粉が。いや、粉は、いちごに入れる。めっちゃ好き。うん、ギリ残ってる。ごめんなさい、今ちょっとコメント。泣いてしまった。てんにゃんこ、お疲れ、お疲れ。え、一緒、ダクダク。一人の音がする。ダメ、後で、てんなが先。まだ初めて食べんのよ、ここで。見てるではないですか。開けてほしい。まだ両手使えへんの。ポンです。キャー。サーファーです。ミソも食べます。え、ここに行こう。いいの、行っちゃって。リクパパさんはとありがとう。映ってるよ。やば、見ないで。え、かき氷、かき氷、ちょっと覗き込んでいい。さすが。みそみそ。はい、閉める閉める。ありがとう。ごめんなさい、本当に今かき氷があって。私はちょっといちごにします。私、ね、かき氷解禁。でもめちゃめちゃ濃い。今日東京めっちゃ暑かったんですけど、大阪も暑かった。ここで待ってたら迷惑かな。かき氷待機したら迷惑かな。迷惑ですか。かき氷待機したら迷惑ですか。私代行退しに来てね。待機してたらダメですか。深夜さん、クマありがとう。もう会いたい。ね、すぎ。そんぐらいが美味しい。うん、ミラボールありがとう。でも代行退しに来てね。練乳取ります。いいよ。味噌食べてなかったんや。かき氷です。可愛い。花ちゃん、ありがとう。一気に食べてくれるの助かる。テンション高いね。もう今食べ物目の前にいっぱいあるからさ。かき氷屋さんがあります。うわ、美味しそう。何味かクイズするしか。うちのあるまま一度かけちゃった。マネちゃんのこと高いです。味噌うまそう。ほんまか。うまそうでしょ。マネちゃんのこと高いです。今日の日差しエグかった。めっちゃ美味しい。エグかったよね。幸せなんだけど。りょうさん、ありがとう。ぽわぽわちゃんです。え、本当？やったー、みんな。あ、その辺無理や、もう頭になんかついてる。空にも氷が来たよ、ね、ついてるみたいな。ありがとうございます。じゃあ、まあ、完全にありがとうございます。グデグデタムタムに凝ってるじゃん。メンボスさん、ありがとう。キッペンさんもお宅はもうなんか小時期やん。何もしてないやん。何も何も弱いことしてない。おいしい。9月に大阪行けることになったので、やばー。おみなみちゃんのためにミスラいっぱい公園出るぞ。賑やかな今日。カネキオリやったんで、ミスラのペンライト今日当たってたのに行けなかった。いや、そうなん。全然まだ行けてるじゃん。
良かったのってな。もうサチすぎるよ。今日も顔が優勝。使えないこれでも。えなはがはがは。こんばんは。トマトさん。エスカルゴ食べてんねん。いいな。全然いいんだよ。かけた方がいいかも。そうで。そうでやって。どんだけでもいい。かき氷でアイスより好きかも。くれることがまず嬉しい。ストップ言って。次の世代交代いけるかも。うそー、今日は本当豪華です。会いたいよ。お寿司も食べて、かき氷も食べて。後ろの方だったけど、ありがとうございます。ありがとう。イエーイ、かき氷、ドーナツとかき氷一緒に食べる。そうだよ、すごいですね。うわー、もうハフ、やば、いいね、顔。ごめんなさい、9時半から人生7割で生きてる。メロンにするかレモンにするか問題、変わらないよ。でも全部味一緒やもんな。講師でもしてるんですか。ちょっといつものカメラないんですが、ゴールで大作戦の。一旦でマジでうまい。ドーナツ食べきる。美味しいって言っても。もうね、本当に感動しちゃって。昼声の余韻浸ってます。それはもう浸ってるもん。やばい。ももかちゃん、レインボースターありがとう。ニゴールで夏場で飛ばそう。飛ばそう。マジでうまいんだけど。どうしたらいい？飾りに来たんですが。やばいんやけど。自分で作った食べれる。ゆかたがずっとゆかたメールで言ってた白のワール置いてくださったり。そんなに植えてんな。本当です。そう、自分で作ってでも食べたい。え、かき氷あるの？うん。食べたい。かわいい。でもゆかたが来たよ。え、マジですごい。なんかほんまにふわふわよね。で、那覇にチョコついてる？うん、いいよ。一緒に食べよう。あ、ついてない。ナンバー新しいプレゼント。あ。ちょっと前倒しにしました。美味しい。美味しいです。体感です。なんか美味しい。めっちゃ美味しいけど。氷削ってチョコ乗せただけとか言ったことが反省するぐらい美味しいです。うん、最低。789ライブみたいな最高だったよ。ありがとう。かき氷の音だよ。てなはいちごに練乳にしました。もうこの味が一番入れてくれはった。これいいですか。うまい。その時点でもう感動です。すごいだって。あ、間違えた。え、あ、もう入ってた。どう、それはほんま最後の方氷になるとか絶対嫌やからさ。でもイエーイ、電流さ、緑透明のやつや。つけたことない。つけたことない。食わず嫌い。え、美味しい。めっちゃうまいで。食べてみる。ちょっと上の方。ミソラはね、最後だけ氷になる。 あんた美味しいとこ全部持ってたな。おい、あんた美味しいとこ全部持っていきよ。若竹に美味しいところを全部持っていかれました。もうあの練乳といちごのソースが固まって超味しみしみの激うまなところを若竹にあの思いっきり持っていかれましたね。一口で。まあいいでしょう。作りますんで。このよしかぶかびやったらさ、歯の裏側に当てられへんから、まあ、注意深く食べます。みんなはあの最近もううますぎる。みんなは知覚過敏ですか？じゃあてなさ、わかぽんさんの髪型をいじってたわけじゃなくて、もう可愛すぎて、かわいすぎてずっとあの喋りかけてたんですよ。一緒に写真撮ってくださいとか、ほんまに可愛すぎるんですけどってずっと言ってていじってたわけじゃなくて、ほんまに心の底から可愛いと思ってて、うん、言ってたの。今日ハムカツ食べた。チキンステーキはミスラみんないっぱい買ってくれたの。大事にしてね。みんないいな。ミスラもさ、生まれた時からずっとさアイス食べたり、おいしい。練乳いっぱい、うまい。2回やってほしい。ありがとうございます。ガッテン可愛い。めっちゃメロンの味すんねんけどさ、ほんまに全部味一緒なんかな。ちょっと何もかかってへんとこにメロンかけてみて食べ比べてみる。かき氷は何味好き？みんな見える？奥底にレモンを。あ、危な。しおくん、あ
ありがとう。それなんやろ、シャチみたいな。レイポンちゃん、じゃあ今メロンの味いっぱい堪能したところで一回レモンにしてみる。目つぶったら味一緒やで。美味しかった、美味しかったってまだや。食べ終わりたくない。うますぎです。え、めっちゃレモンの味やねんけど。え、絶対さ、人類嘘流してるで。全部味一緒とか嘘や。メロンは、あの匂いではちょっと間違えたけど、味は違う自信ある。マジで？めっちゃこれレモンの味するさ、緑めっちゃメロンの味。あー、食べ終わっちゃった。けどめっちゃ美味しかった。やばいやばい、レモンめっちゃ美味しい。レモン最高やな。あ、アミだ、フォローしましたやって。うん、香りのせいか。アミ香りがすぎだわ。そう思うとさ、あれやね、マジでビール。もう最高やね、この頑張った後の甘いものって。もう最高なんだけど。めっちゃ美味しい。あ、皆さん TikTok フォローお願いしますね。かき氷界で一番美味しいのは、わ、氷いっぱい。やばい。もう屋台やもん。じゃあ鼻つまんでみる？ちょっと待って。鼻つまんでわかんないやん。あゆみちゃんモノピーから来た。私を。あゆみは私のことしか見てないです。いや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 、レモンの味するよ。でもさ、ブルーハワイ好きだけど、ブルーハワイってさ、めっちゃブルーハワイの味せえへん。やっぱりさ、人類嘘だよ。危なー倒れそう。気つけてね。ごめんみんな、画面酔い TV。 メロンとレモンがこの世で一番美味しい。もうこんだけ動いたからカロリーゼロゼロ。何にしよう。全部持っていっちゃおう。練乳いるよ、いちごと練乳。こよちゃん、うん、前したのそれ。けどこれが一番。でも私挑戦家やから。確かにブルーハワイの全部持っていってたよ。味はブルーハワイやん。皆さんもそう、ブルーハワイはブルーハワイっていう味がする。でもさ、ももかちゃんハートありがとう。ヤホでいいす。だからライブが絶対させてくれちゃうね。今日ほんますばらでした。楽しすぎたしね。かき氷のシロップ、お疲れ様。3月ぶりに行けてに会えた。ありがとう。目もつぶって鼻もつぶる。どうでした？味全然違うよ。ペロッといっちゃったわ。テナちゃん、キル公園3列目からよく見れて嬉しかった。これはありがとう、来てくれて。こんばんは。それな、ドーナツかき氷やばいよね。幸せすぎる。お見送りチキンになってごめんなさい。いいんだよ。ケンちゃん迷ったのに今日はあんまり目張れてない。そう、今日はそこまで泣かんかったよ。まあ、泣いたのは泣いたんやけど、正直もう。もうやっぱりタンポポのコールがもう泣けちゃって。そう。一緒にソゴロフやる。ソゴロフね。一緒にやりましょう。近っぽ祭りには意地でも行く。もう意地でも来て、もう皆さん意地でも来てください。レモンとメロンがこの世で一番。たくさん宣伝してください。水はね、あんまり練乳が得意じゃないから、やっぱり頭はね、キーンとならへんかった。素の味で勝負するならメロンとレモンが。そう、天のいちごが一番好き。練乳好きだよね。うん、シンシンのファンルームにテナさんがツーショットで口を上がってたん？上がってたってこと？やばいって。もう幸せ、今日やっぱ幸せなことしかないかも。テナこうやって食べなきゃ。今日幸せ。アイスも噛めへんし、明日も学校頑張れそうやわ。ここでパクってやる。マナミンからのごめんなさい。ここから全然面白かった。あれは私が考えました。おとついコンサート知ってる。あ、15分経った。てなちゃんのウインクに今日やられました。本当みそらちゃん、みょうごりちから明後日か、明後日やな、ごめん。みょうごりちはちょっと文学ぶりすぎた。夜2列目から見てた。ありがとうね。みなみちゃん、テスト頑張れ。
なみちゃんならできる。大丈夫、頑張れ。あ、ほんまそう、クロスアウト。そう。もう、若ぽんさん、ガチで可愛い。もう、ほんま好き。もうあんな髪型似合うの天才や思ったもんな。超可愛い。情熱的な顔が面白いってしてくれて。そう、今かき氷祭りだね。やばい。ちょっと我に返って嬉しい。もうなくなくて。関東から遠征してこういう点な口買ってました。買ってしまった。ありがとうございます。また会いに来てね。感謝してます。また二辺満のにみそらの表情いじられました。いいえ、いじってますね。いじってるじゃん。今日は3回目の配信ですよ。手紙ありがとう。でももうちょっとそろそろ終わらないとちょっと時間があるなので終わりたいと思うんですけど、フォローしたよ、ありがとう。たくさん宣伝もお願いします。皆さんキアブリカルベさん、ハートネット、小原さん、こよちゃんはあっちにいるみたい。公園寂しい。待ってるよ。行きたすぎて。フェスも絶対行く。絶対来てな。ほんまに嬉しい。頑張りますよ。チャンスなので私たち9期生の。ちょっとバテバテで申し訳なかった。頑張ります。左右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 。はい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 。来い来い来い。左右帰れた。来い来い来い。左右左右。事故なく帰れてよかった。左右左右左右。今日劇場入る前にこっちは買ってこいに行きました。1歳ありがとう。2歳ちゃん。ありがとう。来てくれたよ。日替わり屋さんや。はい、こんにちは。左右で今パイナップルのお汁服にこぼしました。最悪。ベトベトやん。最悪。やば。テンナにまた会える日までいろいろ頑張る。それな、お互い頑張ろう。可愛いやって売っちゃう星くんが。テンナもあの髪型しよう。したい。できるような。可愛いや。可愛いや。ちっちゃなお団子。なんかこれ長いと、そう、麻生桃子さんとも仲良くさせていただいて、幸せ者です。次までに私は新進さん推しなんですけど、本領というか推しはもちろん新進さんですよ。体に戻したい。最推しはね、体力がなくなったというよりかは体の限界値が高かった。最悪、もっと頑張ります。でも今日の自分ではちょっとそろそろ終わりたいと思います。男女読みしていきますね。皆さんアイテム、アイテムというかギフトもたくさんありがとうございます。そこがレーズでは13位プレストンさん、ありがとうございます。12位コウヤくん、ありがとうございます。11位マスミちゃん、ありがとうございます。10位ナナイチちゃん、ありがとうございます。今日もって言ってほしい。9位島子さん、ありがとうございます。筋肉痛。8位クニア、ありがとうございます。7位誠くん、ありがとうございます。6位グデグデタムタム、ありがとうございます。5位ワタッチさん、ありがとうございます。4位オカちゃん、ありがとうございます。3位アズマシンさん、ありがとうございます。2位ハトのおっさん、ありがとうございます。1位ゼンちゃん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。なんでちょっともうなんでだってだってだって嬉しかった。短くてごめんなさいね。いろんな曲やったけど、また上げるので。なんかのだってだって。3ぐらい送ってるよ。ミスラも踊れて嬉しかった。待っててください。ありがとう、見に来てくれ。ブログはちょっと今日上げれるかまだ分かんないんですけど、モバメは送るので待っててください。もう好き、ミスラも好き。もし今日ブログ上げれなかったら、あ、明日上がるんかなと思っててくださいね。ごめんなさい。ありがとうございます。私は明日も学校なので。頑張りたいと思います。皆さんに会えるのが私 の, あの頑張れる力になるので本当にありがとうございました。皆さんも明日からお仕事あるかもしれないですけど頑張りましょう、お互いにね。では終わりたいと思います。ライブ終わりの公演本当楽しかったです。皆さんありがとうございます。まだ見てないよって方は DMM の方でまたチェックしてみてください。浴衣の宣伝もありまして本当にありがとうございました。では終わりたいと思います。じゃあバイバーイ、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。帰って寝ます。やばい、今日ブログ載せたいのにブログもうすぐ締め切りや。ありがとうございました。バイバーイ。世代交代初で。